地図アーブルイコールサンピエールは、カナダ、ケベック州、コートノール地域の地方自治体。セントローレンス湾の北岸にあり、沖合には、ンガ岸ン諸島が浮かぶ。ンガ岸ン諸島を挟んで、アンティコスティ島がある。モントリオールから 1000km、ケベックシティから 850km、セキルから 225km 離れている。アーブルイコールサンピエールへは、陸路、海路、 空路でアクセス可能である。ジョージア州サバンナへ追放されていたマドレーヌ諸島出身のアカディア人集団は1857年にコートノール地域のボアントオーエスキモーに移住した。その場所は陸路でセティルの東2 0 0トルケベックシティの北東8 7 0トルのところだった。こうしてアーブルイコールサンピエールは生まれた。最初、 1872年にサンピエールドラ・ポワント・オー・エスキモー教区の名で正式に建てられたが、この地は翌年に自治体となった。かつてイヌイットの集団がこの地に定住していたため、ポワント・オー・エスキモーの名で呼ばれていた。1927年、元の名称の聖人伝的な部分を残しながら、場所を特徴づける港を強調したいと考え、地名は、 アーブル・サンピエールに変更された。さらに、エスキモ・ーポワントの名で1872年に開設された郵便局の名称は1924年にアーブルイコールサンピエールとなった。アーブルイコールサンピエールはアンティコスティ島に面したいくつかの細長い島々で形成された小さな港を指している。セーピエールの要素は 1857年6月29日、シャルル・アルノー神父が、漁師の守護聖人である聖ピエールの生命祝日に、初めてミサを挙げたことを想起させる。アーブルイコール・サンピエールは、ベ・コモが創設される1936年までは、コートノール最大の集約地とみなされ、マンガニー軍最大の自治体として軍長が置かれ政府、及び、地方行政の多くの部門が置かれていた。 プラシット微妙の日誌によれば、移住者たちは生活の再建に適した場所を見つけるため、東から西へ海岸線を探索していた。彼らは最初ンガンで家畜を買ったが、ハドソン湾会社の公益所の設置には敵対的だった。人々は、モンタニエ地域の宣教師であったシャルルアルの神父の指示を得て、最終的にポアントオーエスキモーに定住し、越冬用の住宅を建設した。 20世紀半ば、町の北 45km で、チタンが発掘された時、新しい産業が生まれた。この産業は、かなりの発展を遂げ、チタン採掘は、アーブル・サンピエールの主幹産業となっている。村の住民たちは、月面探査機アポロ11号の足は、地元のチタンで作られているとまで言う。観光は重要な経済活動であり、いくつかの会社が、 マンガン諸島においてガイド付きツアーを展開している。アーブルイコールサンピエル港はマンガン諸島国立公園保護区との往来が可能である。町はまたズワイガニ、ムールガイ、ホタテ、ロブスター漁でも知られている。町にはセル類島最大の病院がある。2009年5月からカナダ最大の建設事業であるラロメーヌ、水力発電所の建設が アーブルイコールサンピエールの北東で始まった。ラロメーヌ水力発電所は65億ドルの費用がかけられた4つのダムの集合体である。10年間の事業の大きな利点に加えて、この複合施設は数十もの直接的、間接的雇用を生み出すと期待されている。2011年時点、人口3418人のうち99.2%がフランス語を母国語とし、 0.3%が英語を母国語とし、アルゴンキンゴ派のインル語を母語とするものは0.5%だった。ありがとうございます。